朝鮮における漢字では、朝鮮で使用される漢字について述べる。なお半文漢アザ、半文半茶とも呼ばれる。韓国語の語彙には固有語と漢字語があるが、現在の韓国では漢字語のみに漢字が使われる。ただしその使用頻度は高くなく、通常ハングルのみで表記される。これは1970年から始まった漢字廃止政策によるところが大きい。 他に考えられる要因として、言語的な理由がある。朝鮮漢字音が一音節であり、音節文字であるハングル一字で、漢字一字を表記でき、日本語の仮名表記と違って、ハングル表記によって、文字数が増えないことや、日本語の組み読みに相当するものがないことなどを、挙げることができる。なお、日本国内に在住する、在日韓国人の間では現在でも広く、 使用されている。漢字廃止政策の前後、または政策実行の程度によって習得率が変わり、つまり韓国での漢字教育は世代によって異なっている。また、漢字を扱える人であっても読めても書けない人が少なくない。現在、韓国国内で一般的に漢字が使用される場面は外国人向けの案内を除くと、概ね次の通りである。 韓国では日本や中国本土と異なり漢字の簡略化を行っていない。そのため自体は日本語のいわゆる旧字体、香港やマカオや台湾、また中国以外の歌人コミュニティで使用される反対字に近いものが使われている。なお在日韓国、朝鮮人の間では日本の常用漢字が使われることがある。政治、遺体字の認定には 中国や日本と異なる場合がある。例えば、ペヨンジュンのペは、韓国では、ハイを政治とするが、中国、台湾では、ハイを政治とし、ハイを異体字としている。韓国では、漢字の標準自体を定めていない。韓国においても、日本の国字に相当する、朝鮮性漢字がある。韓国の国字はすでに存在している漢字の音で、 表現できない音を表すことができるように作られた文字、リトなどで使われた漢用句を書くため作られたもの、そして韓国の固有の文化の概念を表す文字などで区分される。それ以外に既存の字に新たな音とか訓をつけて使用することもある。漢字のもとに、オツの字が挿入された字は、オツがハングルのに、 形が似ていることを利用し、既存の漢字の下部に置くことで、その字音の音節末に、得る音を付加するという造字法が行われた。なお、中国語圏においては、日本の国字同様方々に沿った音を当てている。参考に、それらも併記する。略字は、韓国の民間で使用されており、日本の新字体に近い。韓国では、標準アザ型の政治より、 簡略化された漢字を略字と総称している。のように、中華人民共和国やシンガポールの艦体字と同じものもあるし、のように艦体字や新字体に使われないものもある。竜のように古字に属するものもあるし、のように相対の変形であるものもある。法的地位として一部の略字は、政治とともに韓国の人名用漢字に属する。 それ以外のものは公認されていないが、民間で時々使われている。社団法人韓国語文解などの一部の漢字能力検定試験では、政治の代わりに略字を書くことを許容している。韓国語文解の場合、一部の問題を略字の筆記に割り当てていて、しばしば使われる略字を順行式的に認めている。韓国文教部では1967年11月に、 当時1300字の常用漢字のうち542字の漢字略字試案を国語審議会に提出したことがあるが、急進的な簡略化に反発を開始案を撤回した。続いて文教部は、同年12月に215字の改定試案を同会に提出し、審議を経て6字の辞退を直して17字を政治に、戻した198字の案を確定した。しかし、 ハングル専用を主張する6人の委員が審議途中で退場し、採択の可否を決められないまま参会した。韓国語分会は1981年、新聞活字の可読性を向上することを目標に、上記の文教部の議論に踏襲して、再び略字制定に着手した。6回の審議を経て、計181字の略字が、語文研究30号に発表され、 言論機関と印刷業界に該当略事案の採択が勧告された。朝鮮日報はこのうち90字の略字を採択し、の2字を打つ例に変更して1983年4月から10年間紙面に適用した。その一覧は次のごとし。朝鮮戦争の際に米軍によって作成された宣伝ポスター。漢字とハングルが混用されている。 韓国海軍のかつての軍服の帽子のペンネントには大韓民国海軍と漢字が書かれていた。現在はとハングルに変更されている。日本統治時代の朝鮮で発行されたハングルと漢字で書かれた新聞。第二次世界大戦の終結後、連合国による新宅統治構想に抗議する朝鮮人たちのデモ行進。漢字や英語はあるが、 ハングルは見られない。日本統治時代の朝鮮での創始の法院広告。ひらがなを読めない人のために、ハングルが、振り仮名として振られているが、一方で漢字には、振り仮名がない。流漢陽光の風薬の広告新事態と同型の字が含まれている。宮古ラザン駅の駅名標ハングル専用か、漢字込用か。世論調査でも、国論を二分している韓国にあっては、 政治家も争点にすることに難色を示す。独立以来続いている。この論争を、月刊朝鮮は、50年文字戦争と名付けた。李氏朝鮮時代には、漢字の知識の有無が知識人と大衆を明け隔てる一戦とされた。李朝末期に一部の民族主義団体が、ハングル振興運動を起こしという故障も、その当時に、 音門という秘書から改められたもの、日韓併合以降は、民間のハングル学会などに引き継がれた。1886年には、僕英高氏ら開花派が発行し、井上角五郎らが、編集指導に加わった、循環文の新聞、ハンスン順法の後を継ぎ、彼らによって、漢字とハングル根交文による初めての新聞、ハンスン法が発行された。朝鮮における、 常用の言葉として朝鮮語と漢文の二種が日本統治時代の学校における教科目とされた。漢字を学ぶ漢文は朝鮮教育令において朝鮮語及び漢文という一科目で当初規定されたが1922年の教育令改正後には独立した二科目となり漢文は高等科の教科に課され朝鮮語は普通学校の必須科目として据え置かれた。 第二次世界大戦中には、公教育における、ハングルの授業は中止され、1940年には、朝鮮日報を、東亜日報は廃刊され、ハングルの新聞は、毎日新報一紙のみとなった。独立後は、日本統治時代に漢字を使用していたことや、中華帝国による古代からの作法体制への不満といったナショナリズムの台頭により、漢字を排斥し、 国語をハングルのみで表記しようとする機運が盛り上がった。1948年施行のハングル専用に関する法律により、漢字廃止に法的根拠が付与される。大韓民国の公文書はハングルで書く。ただし、当面の間、漢字を括弧に入れて使用することができるが、法律の全文だが、公文書の定義も、当面の間の定義もなく、試行規則もなく、 違反者に対する罰則規定もない。この法律は法律でなく宣言文だと解釈する法律家もいる。立正版の時代には小学校段階から漢字教育が行われたが、僕正紀は漢字廃止に傾斜を強め、1970年には漢字廃止宣言を発表、普通教育での漢字教育を全廃した。 しかし言論会を中心に全敗への反対が強く、1972年には漢字廃止宣言を撤回し、漢文教育用基礎漢字を定め、中学校及び高等学校の漢文の教育の一環として漢字教育を復活させた。が、あくまで選択科目であり、受験にもほとんど関係がなく、実社会でもほとんど使用されない漢字は、 学生らの学習動機を呼び起こさなかった。また小学校での漢字教育は禁止され、児童に個人的に漢字を教えた小学校教員は国策に協力しないものとして懲戒免職などの重い処分を受けた。1980年代半ばから韓国の新聞、雑誌も次第に漢字の使用頻度を落とし始めた。 2000年より始まった第7次教育過程によって漢字教育は必須ではなくなった。漢字教育をほとんど受けていないハングル世代が多数を占め漢字を使用した出版物が売れなくなったためである。漢字の使用を禁止するのではなく漢字教育を禁止することにより一世代かけて漢字を緩やかに消滅させようとしたのがハングル専用派の狙いだった。 実際、一漢字が一音節である、朝鮮語にあっては、ハングル専用でも日本語におけるひらがな専用のように長くならないので、漢字廃止は可能かと思われていた。しかし、朝鮮語の単語の約6割は漢字語であるため、ハングルで書かれた漢字語を文脈で理解するのは非能率的であり、抽象的な学術用語を漢字を念頭に置かずに、 正確に理解することは困難であるとの批判が起きた。しかしハングル専用派の抵抗も根強く、小学校での漢字教育義務付けや若年層での漢字使用日常化は実現されていない。このため、現在、漢字の必要性を感じる韓国人は自己負担で子供を漢字塾に通わせている。ただ、 ソウル市向南区と随走区教育庁では2008年10月から区内の小中学校に通う小中学生を対象に漢字教育を実施しているほか小6でも区内の小学生を対象とした漢字教育を2009年から実施するなど地域教育庁レベルで小学校における漢字教育を推進する動きもある。ハングル専用派の主張は日本の漢字ごと異なり 同義義語があまりない韓国の漢字語は、ハングルだけで表記すれば十分で、一般大衆に理解して、難しい学術用語は理解しやすい、漢字語や固有語に直せばなることが確信である。漢字復活派が、漢字教育を確実に行えば、すべての学術用語は見ただけで理解できると主張するのに対し、ハングル専用派は、漢字語の大半はハングルのみで書いても、 一疎通に全く問題ない。漢字を確認してこそ意味を知ることができる。専門用語は、ほとんど日本の学会が西洋の用語を日本式漢字語に翻訳したものをそのまま移して、その意味が韓国式漢字語とよく通じないからなので、これを整える努力が先行しなければならないと反論した。2005年1月に国語基本法が制定され、 公文書における漢字のッコ内使用は大統領令が定める場合に限定されることとなった。しかし、その一方で2009年1月には国務総理経験者20名が連名で小学教育課程における漢字教育実施の権議書を大統領府に提出したほか国会議員の大部分も小学校段階での漢字教育導入に前向きな姿勢を示すなど 漢字教育の必要性を訴える声が大きいのも事実である。韓国人の中では国際競争力の面から漢字教育を肯定的に捉える意見もある。漢字が読み書きできれば中国や台湾、香港はもちろん日本、シンガポールなどで筆談による意思疎通が可能であり東アジアでの共通文字である漢字を捨てることは 国際競争力を弱めるという主張である。実際に国語能力の低下が業務能力における問題点として浮上してきており、こうした観点から就職試験に漢字を犯したり、漢字能力検定試験合格者を優遇する企業が増えてきている。なお、 大韓商公会議所主催の漢字検定の受験者は2007年の4457人から2009年には56391人と急激な伸びを示している。韓国社会では、いわゆる漢字復活論は、朝鮮日報、東亜日報、中央日報など、保守新聞が主導的に一周を取り上げ、壮年老年層と漢字になれた。 既得喧嘩が支持する傾向を見せているために、表向きには、捕獲、世代葛藤で映し出されたりするが、韓国の膨張した、学外教育市場と出産率低下に伴う、学齢人口の減少などによって、危機に直面した、漢字関連教育市場が危機を打開するための、経済的動機が、このような減少の実質的な原因である。2014年10月。 漢字教育の重要性を主張してきた、僕国政権は2018年より、小学3年生以上の教科書で漢字を併用する形で漢字教育を復活させることを決定したが、ハングル関連団体からの反発が上がり、韓国教育部は漢字兵器から客中での表記などに変更することを発表した。その後も、 漢字論争が絶えないことから2018年1月9日、韓国教育部は施策の白紙化を表明、事実上の廃案となった。2000年に漢字教育が必須でなくなり20年以上が経過し、漢字がわからない若年層が同意義語を区別できずに、一卒に支障をきたし始めているという指摘がなされている。国立国語院が行った調査の中で、 報道で使用される言葉の意味がわからず、困ったことがあるという回答が2015年の5.6%から2020年には36.3%と6倍以上に増えており、その理由として回答者の約半数が難易度の高い漢字であることを理由に挙げている。漢文教育用基礎漢字とは、韓国文教部が1972年に交付し、 2000年と2007年に改正した中学校、高等学校の教育で用いる1800字の漢字を言う。韓国、家族関係の登録等に関する規則第37条によれば、韓国の家族関係登録簿に名を漢字で登録するには、その漢字は、漢文教育用基礎漢字、または別途定める人名用漢字表にある漢字でなければならない。 国際漢字会議は韓国主導のもと1991年に初めて開催された。これは韓国、日本、中国、台湾など各国において異なる漢字の字体を統一しようと常用漢字の字数を定め字体の標準化を図ることが目的であった。しばらく大きな動きはないものの2007年11月には 中国の北京で開かれた会議では、政治を中心として一部の未完退時を認め、五千から六千字の事態を統一した、標準あを定めていくことで合意したと報じられた。ただし、中華人民共和国教育部は、そのような事実はないと否定しているとの報道もあった。2006年から始まった、日中関係人会議は2013年第8回会議で、 共通基本800漢字を公表した。これは、日本は、常用漢字表をベースに、中国は、現代漢語常用技表をベースに、韓国は教育用基礎漢字表をベースに選定された。2014年4月に、中国チャン通称楊衆紙で開かれた第9回日、中韓賢人会議では正式な808字の、日中韓共同常用800漢字表が発表され、 参加した有識者から活用を求める声が相次いだ。この常用漢字表はまだ使用する漢字を定めただけで、各国で使われる漢字の字体を統一するものではない。韓国の文字コードは、ハングルだけでなく18,217字の漢字を収録している。韓国の PC キーボード、スペースキーの左側に漢字キーがある。 朝鮮民主主義人民共和国においては公式に漢字が廃止され、チソングル専用化が徹底されたが、1953年から外国語教育の形式により漢字教育を実施している。中東教育6年課程では、普通教育用漢字が2000字、大学課程では1000字が教えられている。北朝鮮国内では出版物等に漢字が使用されることは皆無であり、 人名、地名についても、自国語としての漢字表記は存在しない。ただし、国内の大半の地名や、要人の人名については日本語、中国語における、漢字表記が想定されており、朝鮮中央通信や朝鮮新報の、日本語版などでは、漢字表記されることが少なくない。また、地名については、日本統治時代の表記と、北朝鮮当局側による、 漢字表記に若干の差異が生じることもある。例外的にノート化する漢字語であるため、茶はノートである。特に使われているのはアメリカを指す、美、日本を指す、日、中国を指す、中、北朝鮮を指す、北など、金と村井子、軽宿など。日本の告示で元々音読みがない場合も作りの音で読むことがある。ただし、 韓国の漢字関連学会では、略字の意味を限定して、社会的な合意のもとに使用されるものだけを、略字と呼ぶ。一番左の列が読みを表し、左から二列目が、漢文教育用基礎漢字を表す。左から三列目以降四列目までは、人名用追加漢字を表す。朝鮮日報は、公認漢字試験を主観して、漢字教材を販売している。 複数の読みを持つ漢字は、読みが異なる分だけ重複して符号化されている。例えば、楽は4箇所に重複符,符号化されている。KSX1001 由来の五感漢字一覧を参照。やっぱり漢字は必要在日本大官民、国民団 AB、連合ニュースが使われていることがわかる。漢字略字198字、朝鮮日報、金都山、 新聞用応略字選定経過報告。五分研究級、221から245、漢字略字朝鮮日報。IMF よりもっと深刻な国家的危機漢字死亡。五分前の韓国社会、月間朝鮮。総合教育教科書、各科教授法、教育制度、学校管理法帝国地方行政学会。1923年。 漢文教授 P77 班時典、朝鮮日報、ハット AB 韓国の人名用漢字表 AB、文を祈るってどんな意味韓国で、検索順位が急上昇。朝鮮日報。オリジナルの2021年11月25日時点における、アーカイブ。 h t t p s m e g a メ o d o n j p 2 0 2 1 1 1 2 5 1 1 2 0 4 1 w w w c h o s u n o n l i n e c o m データスラッシュ h t m l d i r 2 0 2 1 1 1 9 2兆二百十一億千百九十八万百三十八。HTML2021 年十一月二十五日。閲覧名古屋大学教養教育院朝鮮韓国語化。朝鮮日報。http コロンスラッシュスラッシュニュース .chosun.com スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル。2008-09-17。 二兆八十億九千百七十万千八百三十九。HTML2012 年三月初日閲覧。朝鮮日報。h t t p コロンススララッッシシュュニュース c h o s u n c o m スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ h t m l ディル2 0 0 9 0 3 2 7 二兆九十億三千二百七十万二百五十二 HTML2012 年三月初日閲覧。韓国、漢字教育の導入運動高まり、中国紙も、注目2009年1月16日付けサーチな、国会議員の9割、小学校で、漢字教育すべき2009年9月8日付け中央日報、1万、もっそう、低下する。 韓国人の国語能力2008年7月20日、オピニオン漢字と国語,語力。東亜日報。http://japan.donga.com/.srv/.savice.php3、バイドイコール2兆100億4089万99382011年11月16日閲覧。韓国にはやっぱり漢字が必要。 世論調査で漢字に対する韓国人の考えが明らかに韓国メディア。2016年5月24日閲覧。韓国の僕槿恵大統領が漢字教育の重要性を強調。2016年5月24日閲覧。小学校教科書への漢字兵器ハングル関連団体が反発。2016年9月7日閲覧。韓国教育部。 小学教科書の漢字兵器撤回。2016年9月7日閲覧。韓国の人名用漢字は違見か合憲か。朝鮮日報、反、中、日、大が、漢字の自体統一へ2007年11月3日、レコードチャイナ、中、日、反、大の漢字統一報道を否定。艦隊矢座仕様の変更は、不可能2007年11月11日。 特殊韓国の人名用漢字と漢字高度朝鮮民主主義人民共和国における漢字教育1990年代を中心にありがとうございます。